ちょっと相談があるんだけど聞いてくんない？もちろんもちろん、どうぞどうぞ。最近物忘れがひどくてさ、ええ、この間車の点検すっかり忘れちゃってて、ディーラーから電話がかかってきたのよ。あー、それは気まずいですね。そうなのそうなの。こっちはさ、着信が表示された瞬間に、あ、そういえばって思い出してるんだけど、とりあえず電話に出た後も忘れてるふりしちゃうみたいな、あれ嫌じゃない？わかりますわかります。携帯に着信があれば誰からか表示されるから、もうその時点で、あ、やべえ、そういえば今日点検だったわって気づくんですよね。でも電話に出るときはとりあえず、はい、もしもし、あ、どうもお世話になります、何かありましたか？今日でしたっけ？うわー、ごめんなさい、すっかり忘れてましたみたいなね。そう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 、それが嫌なのよ。申し訳ない気持ちとさ、直前まで忘れてたのは事実なんだけど、忘れてた演技をしてる自分が嘘ついてるみたいでさ、なんか嫌なのよ。わかる？はい、わかります。おまけに俺の芝居が下手なのが辛くて辛くてね。いや、まあ素直に演技しなければいいんですけどね。まあそうなんだけど、電話がかかってきたら一瞬どうしようってなんじゃない？ですよね。焦ってる中での一瞬の判断ですからね。なんとかなんない？あ、いいのありますよ。なになに、いいのって？社長、ちょっとその携帯貸してもらってもいいですか？あ、これ？いいよ。はい。社長、これ Android ですか？え、何それ？あの Google アカウントで使うスマホなんですけど。あ、なら多分これそうだよ。 YouTube とかアプリの連携初めからできてるし。あ、そうみたいですね。あ、これこれ、このカレンダーアプリがあればもう大丈夫。いよー、ディジクン式デジタル道。はい、どうも皆さん、こんにちは、デジクンです。いつもこの道場に来ていただきありがとうございます。今回は大事な予定を忘れないために、私デジクンが使っているスケジュール管理アプリ Google カレンダーについてご紹介してみたいと思います。このアプリは皆さんお持ちのスマホやタブレットが Android 端末であれば、ほぼほぼデフォルトで入っているアプリになりますので、無料で今すぐ使えます。もちろんそれ以外の iPhone や iPad のような Apple 製品からでもアプリをダウンロードして Google アカウントでログインすれば使えますし、あとね、パソコンでも Google アカウントでログインすれば使えたと思います。要は Google アカウントがあればほとんどの人がね、どの端末からでも使えるアプリというわけでございますので、 Android 端末の人もそうじゃない人も、予定を忘れがちな方、そして Google カレンダーを一度も使ったことのない方は、ぜひこの動画を参考にしていただいて、物忘れを少しでも改善していただけたら幸いです。それでは早速やっていきましょう。ディジクン式デジタル道。はい、それではまず Google カレンダーとは何ぞやというところからざっくりと説明させていただきますと、その名の通り、開くとこんな感じのカレンダーアプリです。今日は何曜日だとかね、何の日だとか確認するときに便利ですよね。しかしこれはただのカレンダーアプリではございません。こんな感じで予定を入れられて、いつでもどこでもスケジュールの確認ができます。さらにそれだけじゃなくて、その予定の前には指定したタイミングで通知設定が個別でできますので、忘れていた予定を直前に思い出すことができるようになっています。これがめちゃくちゃ便利。私デジ君なんかはかなり前に決まった予定なんて完全に忘れてしまうタイプですから、このアプリに予定を書き込む段階で最大5つまで登録可能な通知設定をいくつか仕掛けておけば、大事な予定の前にスマホが何度も念押しをしてくれるような感覚で利用することができます。それ以外にも、今回はご紹介しませんが、他人とスケジュールを共有する機能なんかもついていますので、複数人でスケジュールを管理したい場合にも便利に使うことができます。と、まあざっくりとこんな感じのアプリなんですが、設定や使い方一つで便利に使えるか使えないかが変わってきてしまいますので、今からそれについて解説してみたいと思います。デジクン式。はい、それでは今回は Android タブレットで開いてみたいと思います。いつも私デジクンはですね、スマホでこのカレンダーアプリ使っているんですが、同じ Google アカウントにログインしているこのタブレットでも、このカレンダーの中身がね、共有できているのか確認するためにも、今回はですね、このタブレットで初めてこのカレンダーアプリ開いてみたいと思います。はい、そのアプリというのがこちら、この31と書かれたロゴマークで、カレンダーと名付けられたアプリになりますので、こちらを開いていきましょう。こちらをタップ。はい、初めて開くときにはこんな感じの画面が出てまいります。 Google カレンダー、毎日を有意義に過ごしましょうということですね。はい、そしたら矢印マークで次のページに移ります。
はい、さらに見やすく魅力的なデザイン、スケジュールビューではカレンダーに画像や地図が表示されます。おお、そんなの使ったことないんだけど、そういう機能もあるみたいですね。画像を添付したりとか、地図が表示される、ちょっとわかんないんですけど、まあお店の情報とか住所を入れれば地図が表示されるみたいなことなんじゃないですかね。まあ今回はねそれはご紹介しませんが、まあそういった機能があるということでございます。はい、そしたらこちらの終了ボタンをタップして入っていきましょう。はい、出てまいりました。こちらはねスケジュールのトピックを表示する画面になっておりまして、おそらくね初めて開いた時にはデフォルトでこの画面が表示されるようになってるんじゃないかなと思います。この画面は月別にどういったスケジュールが組まれているのかざっくりと確認するためのページになっておりますので、この表示をカレンダー形式に変えたければ、こちら左上の3本線マークをタップしていただければ、このような感じで今はねこのスケジュールが選ばれているんですけれども、その下日、3日間、週、月という形で表示を変えられるようになっております。今回はねこの月というところをタップしてみましょう。はい、月をタップすれば、はい、このように今月のカレンダーが表示されるようになっております。基本的にはこの月別のカレンダーを中心に管理するのが使いやすいかと思います。あ、スマホで使ってるのと全く同じスケジュールが表示されますので、同じ Google アカウントでログインしている別の端末からこのねスケジュール内容を変更したとしても、このねタブレットに表示されているスケジュールも同じように更新されている状態が保てるということになります。はい、それでは予定を入れてみましょう。今回はこの30日に予定を入れてみたいと思います。こちらの30日に予定を入れたい場合は、こちら30日の枠内をタップしていただければ、あ、デフォルトのスケジュール管理表が出てしまいましたね。まあこのプラスボタンを押していただければね予定は入れられなくはないんですが、ちょっとね時間の設定とかがねややこしくなっちゃいますので、ちょっとねこの画面が出ないようにしてみたいと思います。そのやり方は先ほどと同じ、こちら3本ラインのマークをタップしていただければ出てくるこちら日というところね、こちらをタップしていただければ、このように30日の時間割がずらっと出てまいりますので、スケジュールを入れたい該当する時間のところをタップすればスケジュールを入れられるようになっております。このスケジュールの枠なんですが、基本的にはワンタップで1時間枠が設定されるようになっているんですけれども、このね上か下のバーを押したままぐーっと上に押し上げていくと30分単位まで縮めることができます。その逆にこのね下のバーを押したままずーっと下行くとですね、まあずーっと、予定を広げていくことができるようになっておりますので、使ってみてください。まあ基本的にはねこんな感じでワンタップしたら出てくる1時間単位で管理するのが一番簡単でいいと思います。とりあえず予定が長くても短くても予定を入れるということに意味がありますので、難しいことは考えずに入力を進めていきましょう。はい、それではこちら12時半から13時半に予定を入れてみましょう。そのやり方はこちら、タイトルを追加という表示が出ておりますので、こちらをタップしてください。はい、そうするとタイトルを入力する項目が出てまいりますので、ここにですね、テストでいいですかねとね、はい、予定内容の入力が終わればその下、この終日というところは私デジ君ほとんど使ってはおりませんが、こちらをねタップすればその一日中ね予定が表示されるという状態になります。まあほとんど使えませんね。私デジ君も時間単位で登録するような形をとっておりますので、まあこのまま進めていきます。はい、続いてその下、この繰り返さないというところをタップしてみると、毎日、毎週、毎月、毎年、カスタムという表示が出てまいります。これどういうことかというと、これはね12時半から1時半、設定しましたが、このね、予定を毎日表示したい場合はこの毎日をタップしてください。はい、で、同じように、このね木曜日だったかな、この30日、まあ何曜日か忘れましたが、毎週ねこの12時半から1時半に表示したい場合は毎週ね、でこの30日毎月表示したい場合、30日に毎月30日に知らせてほしいという場合はこの毎月をタップして、ここを毎月に変えてください。でこの下、毎年、これはね誕生日とかなんとか記念日とかね、これ何月だったかな、これ5月30日設定してるんですが、毎年5月30日に予定を教えてほしいと、予定を入れたいという場合はこの毎年を入れれば、この翌年からずっとねこの予定が入るということになりますので、ここねうまく使ってみてください。まあ私デジ君はですね、このような繰り返しが必要なスケジュールを管理する機会がなくって、基本的にはスポットのスケジュールを管理するために使っておりますので、こちらのねデフォルトの繰り返さ
さないというところしか使う機会がないんですけれども、まあ、皆様ご都合に合わせてご利用してみてください。はい、そしてその下、ユーザー追加、ビデオ会議追加、場所を追加という項目は飛ばして次に行きましょう。はい、続いて設定する項目はこちら、ベルマークの項目になります。こちら見ていただいて分かるように通知を設定する項目になっておりますので、今回一番重要な設定項目になります。はい、今現在こちら10分前に通知される設定になっているんですが、10分前に通知されても間に合わないスケジュールなんかもありますよ ね。移動が必要だったり準備が必要だったりする場合があると思います。そういう場合どうしたらいいかというと、こちら通知を追加というところをタップしていただければ、5分前、15分前、30分前、1時間前、1日前、カスタムというデフォルトで設定が出てきますので、こちらから選んで設定してみてください。まあ、このカスタムはですね、何週間前とかね、細かい設定ができるようになっておりますので、必要な方は使ってみてください。まあ、基本的にはね、このデフォルトの中から選ぶのが簡単でいいかなと思いますね。例えば1日前ね、前日に、あ、そういえば明日そういう用事があったなと思い出したい時にはこの1日前に設定しておくのがいいと思いますし、さらにですね、いや30分前に教えてほしいんだという場合は30分前も設定できますし、この15分前っていうのもできると、このように重複してね、通知をすることもできるようになっております。まあ、これはね、最大で5個まで、5つまで設定できると思いますので、じゃあこの1時間前というところも設定してみましょう。あ、で、5つ設定すればもう追加できなくなりましたね。追加のボタンがなくなりましたので、最大5つまで、通知設定することができるようになっております。で、このように最大5つまで登録ができるようになっておりますので、心配な方は段階的に通知設定をしてみてください。ここで注意点なんですが、端末からの通知はポップアップ通知と音の通知、2種類で通知されます。ポップアップ通知の場合は文字で表示されますので結構気づきにくいですし、ポップアップされたと隠れてしまう場合がほとんどですので、かなり気づきにくいです。そうすると音の通知を頼りにする以外にないんですが、この端末の設定自体がミュートになってたりとか、音がゼロになってたりすると音が鳴りませんので、ほとんど気づくことがありません。さらに私デジ君なんかはよくやってしまうんですが、イヤホンを挿したままにしておくとイヤホンにしか音が流れませんので、通知音が全く聞こえない状態になりますから、この点十分注意していただいた上でこのカレンダーアプリを使うようにしてください。さらにこの通知項目で補足があります。ちょっとね、1個消しますね。で、通知を追加の時にですね、このカスタムのところでこのメールというのがあるんですが、このね、メールに設定してもですね、一向に自分の Gmail にメールが来ませんでした。なので、これメールの設定は当てにしないようにしてください。まあ、メールがね、来るような設定もできるかもしれませんが、まあ、私デジ君は試した感じだと、このメールの方だと全く意味がありませんでしたので、必ず通知の方で使うようにしてみてください。はい、続いてその下、規定の色。これはですね、このスケジュール自体がカレンダーに表示されるときにどの色で表示されるか決めることができるようになっております。こちらね、タップしていただければお好きな色で設定することができるようになっております。まあ、例えばですね、こういった、仕事のカテゴリーの予定であればトマト色にしようかなとかね、でプライベートの予定であれば、まあ、ブルーの設定にしておこうかなとかね、そういった色の使い分けができるようになっておりますので、まあ、皆さんご自由にお使いください。最後にその下、説明を追加という項目がありますので、こちらタップしてみるとこのような感じで文章を追加する項目が出てまいります。これはですね、何かというと、このスケジュールに対する説明文を入力する項目になっております。まあ、ただね、私自身はこれほとんど使ったことがありません。なぜかというとですね、このね、スケジュールのタイトル、このね、テストと書いたところなんですが、こちらにですね、分かるようなタイトルを入れておけばもうそれで、ね、ことが済みますので、まあ、しっかりね、タイトルを書いておくということが重要になってくるんじゃないかなと思います。あとはですね、先ほどの説明文を入れたとしてもカレンダー上にね、表示されるわけではありませんので、カレンダーで表示される文面としたらこのね、表題、このね、タイトルのところしかないんですよ。ですから、基本的にはね、このタイトルをしっかり入れましょうということになります。はい、このように必要な項目の入力ができましたら、こちら右上の保存ボタンを押せばスケジュールの入力が完了となります。このように一度登録したスケジュールをもう一度変更したい場合には、該当のスケジュールをタップしていただいて、右上にあるこのペンマークですね、この編集マークをタップしていただければ先ほどのページに戻ってまいりますので、こちらで編集が終われば先ほどと同じように保存ボタンを押せば変更内容が保存されたということになります。
そしてこの予定を月別のカレンダーで確認したい場合には、先ほどと同じようにこちら左上の3本ラインのマークをタップして、こちら月というところをタップすれば5月のねカレンダーが出てきまして、こちら30日に先ほど登録したテストという予定が入っているのがご確認いただけるかと思います。ざっくりとこんな感じで簡単にスケジュール管理ができるようになっているんですけれども、最後に一つだけ注意点がございます。それは先ほどこのカレンダーの状態から予定を入れたい日をタップした時に、このような時間割が出なかった状態になりましたよね。時間割じゃなくてこのスケジュールが出てきたと思うんですけれども、これはですね、この月というところを選択する前に表示してたものが表示されるようになっておりますので、これどういうことかというと、今スケジュールの表が表示されていますよね。でこの後にカレンダーの月に入って予定を入れます。例えば31日に予定を入れたい場合には31日をタップしますね。ほらやはりですね、スケジュールのページが出てまいりますので、1個前に表示していたページが表示されるということだけはご理解いただければと思います。でここからですね、予定を入れたい場合にはさっきやったように、やはりこの3本ラインをタップしてこの日の時間割に入って予定を入れるという流れになりますので、ちょっとね回りくどくなってしまいますので、1個前に表示しておくのはこの時間割にしておけばですね、でここからですね、やはりこのカレンダーに戻って、でここから予定を入れる場合には1個前に表示していた時間割に戻ることができますので、一手間省くことができますので、そこだけはご理解いただければと思います。基本的にはこの時間割と先ほどのカレンダー、この2つの間で行き来するようにしていただければ、まあ、快適に使っていただけるんじゃないかなと思いますので、その点意識して使ってみてください。さらにもう一つ注意点があります。それはですね、このように予定を登録した後の話になりますので、もう一度仮にね予定を登録してみましょう。こちら31日に仮に登録していきます。まあ適当な時間で、まあ、入力したものとしてですね、こちら保存ボタンを押せば、この予定がね登録されますので、保存ボタンをタップ。はい、この状態、この保存できた状態って、先ほどね、カレンダーページに戻るためにやった、手順としては、こちら左上の3本ラインをタップして、月を押して、このカレンダーページに戻りましたよね。実はですね、こんなことしなくてももっと簡単に戻れる方法があります。ちょっとね戻りますね。はい、この時間割表から戻る方法としては、登録した後の話ですよね。登録した後カレンダーページに戻りたい、その場合はこの端末自体に戻るボタンが搭載されているか、この画面上にですね戻るボタン、まあ、矢印ボタンが表示されている端末に関しては、それを押して戻っていただければ先ほどのカレンダーページが開く場合があります。はい、でこの端末に関しては、搭載もされておりませんし、戻るボタンも表示されておりませんので、まあ、仕方なくねこの3本ラインから戻る行動をしましたけれども、戻るボタンでこのページに戻れるような、仕様になっておりますので、ぜひ使ってみてください。最後にこの予定を消したいときにはどうしたらいいか。それはですね、該当の予定をタップしていただいて、先ほどねこの予定の内容を変更するときと同じ手順ですね、こちらをタップして、先ほど変更するときはこのペンマークを押して内容を変更しましたけれども、削除するときにはですね、その隣の3点ポッチ、3点マークを押していただければ、このように削除という表示が出てまいりますので、この削除をタップして、さらにこの削除をタップすることによって予定を削除することができます。で、先ほどのねカレンダーに戻っていただければ、もう予定がなくなっているという状態になりますので、ぜひね使ってみてください。ディジ君式デジタル堂、はい、ということで今回は無料で使えるアプリ、スケジュール管理におすすめの Google カレンダーをご紹介してまいりましたが、いかがだったでしょうか。ご覧いただいたように結構手軽に使えるアプリなので、スケジュールがたくさん詰まってる人でも、たまにしか用事がない人でも使うメリットはそれなりにあると思いますので、もしも使ってない方がいらっしゃれば、ぜひこの機会にお試しいただきたいなと思います。実は私デジ君はこのデジタル社会になった今現在でも紙のカレンダーも使うタイプです。紙は紙で電話の途中すぐ確認できたりするので、使い勝手がいい面もありますし、何かあった時に家族の誰かが確認しやすいので、それはそれですごくありだなと思ってはいるんですが、それだけだとかなり先の予定とかだったら書き込んで終わってしまうパターンもありますから、紙のカレンダーと併用してこのアプリも使っています。
もしも今ご覧の皆さんの中で同じように紙のカレンダー使ってるけど忘れることが多いという方がいらっしゃれば、ぜひともこの Google カレンダーも併用して使ってみてください。そうすることで、あなたの、それから恋人、家族、友達の大事な予定や記念日を忘れることを防げますし、それによるトラブルを避けることができます。アプリというだけでもうめんどくさく感じてしまう方も多いとは思いますが、 Android 端末であればダウンロードしなくても、だいたい初めから搭載されている無料で手軽に使える定番のアプリですので、今すぐお手持ちのスマホやタブレットでお試しいただきたいなと思います。いや、お試しとかね、そんな甘い表現じゃなくって、知ってしまったからにはもう必ず使ってほしい、それぐらい強く強くおすすめします。絶対幸せになれます。デジタルの力で皆様の生活がより豊かになっていただければとっても嬉しいなと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。この動画がためになったなと思ったら、チャンネル登録、グッドボタンお願いします。それから X、 インスタ、サブチャンネルもやっています。概要欄のリンクからぜひフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイデジー。